登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからは登るさんですね。よろしくお願いします。アウトドア、はい、よろしくお願いします。はい、鶴巻登るです。よろしくお願いします。マーヴィンゲー、うん、マーヴィンゲーいいですね、はい、Got to give it up、うん、ですね、ね、この人もね、はい、大変な目に遭いましたけど、ね、はい、はい、ね、いろんなところで活躍して、うん、ビブロスでお世話になりましたね、うん、そうですか、はい、ビブロスね、ビブロスね、はい、はい、うん、湘南海岸セット桃腰サイズダウンっていうところで、うんうん、はい、台風のね、21号でしたっけ、この間までは確か22じゃないですか、あのフィリピンの方に行っちゃった大きい、大きい人、大きいの22、彼がでかくて、こっちに全然寄ってきてはいないんですけど、うん、影響あった、バックセル、スウェルがどんどん来てて、昨日まででかかったんですよ。今朝まででかかったかな、うん、あ、そう、で、うん、やっとトーンダウンしてちょっと下がりましたっていうところで、うん、まあ、サーフィンやってる人は、うんうん、昨日までいっぱい、うん、楽しめたんじゃないかなと思います、うん、あんなに遠くても影響あるんですね、うん、そうなんですよね。だからフィリピンはすごい災害だったじゃないですか。そうですね、何十年、あの台風が一挙にずっとこう、うん、相模湾まで、うん、あのスウェル届けてたんですけどね。あ、はい、まあ、今言ったその湘南海岸は今現在はもうセットも桃腰で、うん、サイズダウンして、うん、風がサイドで、まあ、2-3メーター吹いてますよと、うん、水温は 25.5 度、うん、でまた上がったかな、いや、まあ行ったり来たりでその辺ですね、25-26度、まあ、タッパージャケットか、うん、海パンにジャケットか、まあ、スプリングスーツぐらい着てくださいと、で、まあ、あの週末までちょっと波はまた落ち着いて、うん、週末ちょっと上がるんですけど、うん、ドーンと行かないで、うん、まあ、風が入ってきてオンショアで、まあ、コンディションあんまり良くないけど、うん、ちょっとサーフィンとかはできますよっていう感じです。まあ、金土日月あたりはちょっとチェックしててもいいんじゃないでしょうかと、うんうん、あと、まあ、報告なんですけどね、うんうん、先週、サップの大会言ってましたね、マイナビサップジャパンカップ茅ヶ崎、うんうん、これが18キロの、うん、まあ、レース、うん、あったんですけど、うん、なんかこう結果報告にもちょろっと書いてあって、うん、大きい声じゃ言えないみたいですけど、うん、GPS 不良による、うん、距離計測ミスで10キロ弱になってたらしいです、うん、はい、まあ、あのでも謝罪全部終わって、うん、選手納得済み、うん、大会成立っていう話ですね、あ、はい、まあ、相手見て分かるわね、うん、で、リザルトは、うん、1位デウス・リンコン選手、うん、2位が、ダニエル・ハサゴ、ハセゴ選手、ほうほうほう、3位に金子・ケニー選手入りました。でなんか日本あのどアメリカ人じゃない感じの名前ですね。そうですね、まあ、あのどこの選手かな、僕もちょっとよく、うんうん、あの勉強不足ですいませんね、今結構いろんな選手がエントリーしてくるんで、うん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 、ちょっと分かんなくなってきてますよね、もう出身の方もいるかな、そうヨーロッパの選手とかもいるしね。あ、そうか、はい、で、もう一個あったサバイバーゲーム、うん、男子、うん、同じくダニエル・リンコン選手からジェームス・キャセイ、これ賞金出るってやつですね、はい、で、3位にダニエル・ハセゴ選手、うん、そうこれね、なんか今言ってた、うん、この間もちょろっと言った一等賞が25万で出て、うん、で総合優勝が25万取るんで、そのダニエル・リンコン選手は75万取ってますよね、うん、2日間でね、結構な収入ですまあね、まあでもね、遠征来てますから ね、 遠征あるからね、それなりにお金も使ってるんで、まあ、プラスちょっと、ね、うん、まあ、少ないかなとは思いますけど、うん、でもまあこういう、 こう、ね、サップの大会はまだまだ、うん、地べたにね、うん、足ついてないっていうか、うん、まだ浅いその大会なんで、うん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 、こっからガンガンいければいいなというところです ね、 うね、うんね、うん、はい、あと、まあ、またこれもサーフィンなんです、これはサップじゃなくて、うん、レギュラーサーフィンで、うん、ISA ワールドサーフィンゲームっていうのが、うん、愛知県のイラコでやってまして、うん、イラコ、イラコ、湖ですか、うん、イラコっていう、まあ、海の、海ですか、名前ですね、地域、あ、イラコね、はい、イラコ、
世界42カ国の代表選手で行われている大会、まあ、ISA の大会、世界大会ですね。大きいですね。これはまあ、ジャパン代表で五十嵐カノア選手が、出てまして、もう早くグランドファイナル進出決めてます。あ、そう。それからもう一人ね、さっきのウェブの情報だと、村上俊、はい、ジャパン選手、この方も、ファイナル、グランドファイナル進出決まってます。これが多分今日やるのかな、まだこれからの決勝ですよね。まあ、世界大会なんでこういうのも楽しみじゃないでしょうかっていうところですね。そうですか。はい。それと、連休明け、今週末連休ですよね。で、連休明けに、ウェザーチェックの情報とかひっくるめて、秋の大雨注意ってなってるんで、熱帯低気圧がまた発生しそう、でまた熱帯低気圧は台風になるかもっていうようなところなんで、雨はあんまりサーフィンとかサップには関係ないんですか？関係ないですけどもね、風がなきゃいいかな。で、まあ、そんなこんななんで、休み明け、来週は大雨注意っていうところを頭入れといてください。はい。あとインフォメーションね、スポンサードでも絡んでいただいてる、ナチュラルフーズショップ、新鮮さん、ホームページがねリニューアルされてて、ホームページからいろんなものが購入できるんですけど、おすすめが玄米パスタ、お米パスタ、すごい珍しい、玄米でできてるパスタ、玄米パスタで食べてみたい ね、うん、ジャパニーズイタリアーノみたいな本当で体に良さそうだよ ね、はい、そうですね。あとなんだっけ、子供のためのレトルトコーンシチュー、レトルト林カレー、気になりますね、まあ、こういうのもあるそうです。まあ、無添加オーガニック、この辺が核になってるんで、ぜひ健康管理にこういうものも、はい、チェックしてください。そろそろ新鮮さんのところでまた新米が、そうですね、お米ね、あ、そうですか、本当に美味しいよね、あれで全然もう無農薬、完全に無農薬、それは大切だと思うよ。 DM で育ててるからもう、今はまあそういう、ね、ブームっていうわけでもないだろうけど、まあ、みんなそれを求めてますからね。そうです、そう、じゃあぜひ、体に優しい、心にも優しいです、いいですね、そうですね、素晴らしい、そういう感じで、はい、新鮮さんのね、宣伝でした今、ありがとうございます、そんな感じです、わかりました、ありがとうございました。来週のゲストはまたね、第2弾、キャロルとクールズの秘話話、大久保貴一さんがまた登場してくれます。あとね、セブンティーズ原宿の写真集を出した中村のんさんも来てくださるそうなんですよ。なんかすごい楽しみ、もう座昭和ですよ。そうですね、いいですね、楽しみにしてましょう。裏話、裏話、これ前回ちょっと俺も覚えてる部分と覚えてない部分あるから、ね、あ、そうですか忘れちゃいますから ね、でもなんか答え合わせ部分みたいなのが、ね、あ、そうだね、あってね、聞いてちゃんと覚えてると思います、ね、そうそうそう、あ、本のね、ご応募もありがとうございました、はい、本日発送しますので、はい、よろしく、で、10月3日が、健一大倉さんです、ジョニー大倉の息子さんですね、お楽しみ、バースデー月間だそうで、何が出るか、楽しみです。なんかバースデー月間でなんかイベントやるって言ってます。あ、そうなんですね、はい、というわけでした、ありがとうございました、はい、それではまた来週、はい、バイバイ、バイバイ、チャオチャオ、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。